はい。ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとね。 気づいちゃったんですよ。マグミックスのね、ゲーム記事についてちょっとね、思いた、思い至ったところがあるので、その話をしようと思うんですが、その前にね、最近ね、僕自分で動画作ってて、すごい早口になってるなと思ったので、今回はね、極力、ゆっくりとね、話をしていこうかと思っていますが、まあ、今後もね、いろいろこう、緩急つけて、あの、遅いなと思ったら早、早送りしていただければいいと思います。はい。ということで、今回取り扱うのが、 マグミックスというねサイトの、まあ、ニュースなんですが、今回ね、あの概要欄にねリンク貼ってあります。これ、グー、グー、なんだっけ、ね、<laughs> えっと、グーニュース、グーニュースのリンク貼ってあるんですけども、えー、持っていた人いるスーパーファミコン幻の周辺機器。 時代を先取りしすぎたかこれ、2024年6月14日の記事なんですけども、これ、だから、マグミックスのサイトに行けば、マグミックスの方でニュース載ってると思うんだけど、僕は、あの、あくまでもこのグーの方で載ってる、掲載されてる記事をも、えー、とに読ませていただきます。ということで、まずね、まあ、 持っていた人いるはいいんですよ。ただね、またね、幻かよという、そういう話なんですよ。幻の周辺機器って言ったら普段皆さんどういうふうなところに思い出しますかね。幻だから見たことあるないだと思うんですよ。例えばまあ、お店に行ってね、一度も見たことがないけども、まあ、 で、売ってたよねみたいな。<laughs> まあ、売れる、売れすぎて、売れ切れになっちゃうよ、みたいなね。そんな感じのものもなんか幻みたいな感じにね、捉えると思うんだけど、この記事を見るとね、すぐね、これ幻なのって思うことがあるわけですよ。ちょっと読んでみますね。遊び方、ソフトの選び方に幅を持たせたスーファミの周辺機器。 ファミリーコンピューター以下ファミコンの後継機として1990年に発売されたスーパーファミコン以下スーパースーファミには様々なジャンルのソフトだけではなくさらにゲームの面白さが広がる周辺機器も発売されました、まあ、正直言うとねあのスーパーファミコンってそこそこメジャーですよねそんなファミコンを言わないと説明できないほどの時代になりましたか今 っていう問題がまずあるんだけど、まあまあそれはいいんだけど、しかし子供時代であれば親にハードとソフトを買ってもらうのがやっとで周辺機器にまで手を出せなかった人も多かったでしょう。当時の子供たちが憧れたスーハミの周辺機器にはどんなものがあったのでしょうかってなるんで、まあ幻って言ってるけど、所詮はあの店では見かけたんだよねこれ。<laughs> ただ、 親にハードとソフト買ってもらった上で周辺機器に手を出せなかったってだけで、まあこの記事のね冒頭を読んだだけで、これ幻なのかっていうふうに思う、疑問に思うわけですよ。だからまあ、釣りですよね。 あの、記事の冒頭、この見出しで釣ってるわけですよ。だってもう、冒頭を読んだだけで思いつくわけですよ。これ、幻じゃねえよな、って。なので、まあ、これ、まあ、と、ね、編集部とかによってやり方違うと思うけど、まあ、見出しをね、記事書いた人と違う人が書いてるとしたら、まあ、なんかすごい罪深いな、というふうな感じがするわけですよ。で、まあ、これ何が紹介されてるかっていうと、まずは、えっ、ー、と、スペース、あ、じゃ、スーパースコープ。 ゲームセンターの定番アーケードといえば、銃を模したガンコントローラー、以下ガンコンを使って敵を倒すガンシューティングが挙げられます。本当に銃を撃っているような感覚や、えー、臨場感などを楽しむ人気ジャンルの一つで、かつてはゲームセンターでしか遊べないゲームでした。 しかし、ファミコン用の光線銃型コントローラーである光線銃シリーズガンが1984年に任天堂から発売されると、家にいながらも気軽にガンシューティングが楽しめるようになりましたまたここファミコンから入るんですね。あの、なんでファミコンから入るかわかんないで,でそこでスーファミの説明が入ってくるんです。 そして1993年には、スーハミ用のバズーカー型コントローラー、スーパースコープが発売されました。縦に担いで使う、そこそこの大きさのガンコンでした。世代であれば印象に残ってる人も多いでしょう。これ、いろいろこう混乱してるのが、あの、一方でガンコントローラー、ガンコンっていうので、まあこれはプレイステーションでね、ナムコから発売されたガンコンというのが、まあ、 ガンコン2、ガンコン3まであったかなあの、プレイステーションシリーズで出てるんですが、まあ、そこからこう、引っ張られてる感があるんだけど、一方で、光線銃を説明するときには光線銃型コントローラーって言ってるんだけど、え、だったらガンコンの1形態として光線銃シリーズを紹介した方がいいと思うんですよ。だからなんかね、ここら辺がね、もうこう、迷いのある文章なんですけど、で、まあ、 だからまあ、スペースあ、スーパースコープっていうのがまあ一、まあ、つ目の周辺機器として挙げられてるわけですね。まあスーパースコープ。はいスーパースコープです。ということでスーパースコープにはこ同梱のねえっ、ー、となんだっけスーパースコープ6っていうこういうねあのソフトが収録されていてまあこれで なんか周辺機器付きのソフト。で、それ以外に、あと6本のね、ソフトが、あの、対応。まあ、実際のところ、専用タイトルが4本発売されて、あと、えっ、ー、と、対応タイトルが2本発売されているという形になってます。これは記事に書いてある。あ、でもちなみに概要欄にね、記事へのリンク貼ってありますので、それ、そちら読んでいただければ、あの、全文読めます。はい。でね、あの、まあ、ここで開けられてるタイトルはそうなんだけど、ただね、これ7作品ですよ、7作品。 対,対応タイトルはそこまで多くなく以下の7作が発売されましたっていう説明って簡単に書いてあるんだけど、光線獣、ファミコンの光線獣に関して言うと、まあ、最初に94年あ、84年にね、えー、ワイルドガンマンと同時発売、これ同梱のものはあったし、で、その後、ダックハントと、えー、ホーガンズアーレ この3作品が出て、まあ、ここで任天堂からの発売終わってるんですよ。だから専用タイトル、この3タイトルなんですね。で、その後、ちょっと時間が空いた後に、えっと、オペレーションウルフかな。 と、あと、えー、っと、マッドシティ、な、ナミのマッドシティと対等のオペレーションオフ。この二つが対応になってるんですよ。一応、光線銃ただ、光線銃なくても、まあ、十字ボタンでこう、カーソル動かして打ったりとか、あと、マウス系のものとかのね、対応とかもあったと思うんだけど、まあ、そういう感じで、まあ、対応はしてるんだけど、一応、光線銃対応タイトル。だから、あの、専用が三本だったわけですよ。に比べると、五本って増えてるし、 で、まあ、それ以外対応タイトルも2本あるし、だからそういう意味では、まあ、なんだろう、どっちが多い、少ないって考えると、まあ、ね、そこは数ハミの、ね、あの、バズーカーの方が、あの、対応タイトル多いんですよね。だからまあ、多くないと言われても、まあ、まあでもここはちょっとね、あの、いやらしい言い方だと思うんで、まあ、いいんですけども <laughs>、あのー、もしね、これを、表題でね、 幻のーって言ってるんだったらもっと対応タイトルの少ないさあの眼根型コントローラーあるじゃないですか。<noise> リーサル・エンフォーサーズ。<laughs> はい。これレイーリーサル・エンフォーサーズのスーパーハミコン版の、まあ、ソフトに。 コントローラーが同梱されてるんですけど、まあコントローラー同梱って言っても、青いコントローラーなんです,なんですけどね。で、まあ通梱はピンクだから、まあこの通梱のピンクなんか特に幻感強いですよ。だってみんなこれソフト同梱で買ってるからみんな青はね、これついてくんだけど、このピンクのやつはね、こう通梱だから、そこにあるんだけどな。まあまあいいや、あの <laughs>、そういう感じで。 幻感があるからもし幻っていうんだったらこの辺からねあのあ取り扱うとまあより幻感が出たんじゃないかなという風に思われますだからこうライターさん的には単に3つのね数ハミの 主だった周辺機器を用意しただけかもしれないけど、もし編集部がね、幻の周辺機器密用意しろよと言われた場合には、まあ、こういうような用意の仕方もあるのかなという、まあ、ご提案、はい、させていただきました。まあ、でも、これだってね、リーフサルエンフォーサーズ有名なタイトルだから、全く幻感はないんですよ。ただ、このタイトルを買った人、買った人以外からすれば、そのコントローラーとかってどこで手に入れたのかって、まあ、つなりやすいタイトルかなという、まあ、ところです。はい。 で、次に二つ目。ニンテンドーパワー。<laughs> あの、ニンテンドーパワーってね、周辺機器じゃないんですよ。まず、はっきり言っとくと。ニンテンドーパワーっていうのはサービスで、まあ、要は、書き換えのね、こう、ニンテンドーのね、こう、SF メモリーカセットとか、まあ、ゲームボーイだと、GB メモリーカセットかな。カートリッジだったかな。まあ、なんかその名前があるんですけど、それぞれをローソンに持っていくんですね。 で、ローソンに持ってって、当時のロッピーにカセット差し込んで、で、注文っていうか何を書き換えるか。そうすると、あ、差し込むとね、今何が入ってるかが表示されて、で、どう書き換えするかっていうのを選ぶんですよ。で、レシートかなんか出てくるやつと、まあお金も持ってね、レジで並んで、そうすると、店員さんがレジの中にある書き換え機で書き換えをしてくれて、で、お金は払って、 でも持って帰ってて帰くでこのサービスを任天堂パワーと呼ぶわけですよだからファミコンもスーパーファミコンもまあ n t e n d ーなんで <laughs> これサービスだから周辺機器じゃないんですよでちょっと読みますねファミコンにはディスクシステムというディスクドライブをファミコン本体に装着してディスクカードを差し込むことで遊べる周辺機器がありましたこのディスクカードは店頭にあるディスクライターに挿入すれば 別のゲームに書き換えが可能でした。ここね、なんかなんでファミコンの説明してるかよくわかんないんだけど、で、スーファミにも似たようなシステムのサービス、ニンテンドパーが1997年から始まりました。で、ここではね、サービスで認識してるんですよ。だから、周辺機器って言って、でもサービスなんですよ。サービスだ、わかってんじゃんって話です。で、別売りの SF メモリカセットを購入し、ローソンにあるマルチメディア端末、ロッピーに差し込み、欲しいソフトを選びます。 その後に発行されるレシートを店員に渡せば選んだゲームを書き込んでくれるという仕組みでした同じこと言ってんね <laughs> あの、まあ、そこは内容合ってたねでタイトルは主に旧作が中心だったものの価格は1000円から3000円ほどで数ハミの新品ソフトの価格帯が1万円に近いと考えればお手軽な価格でしたまあいろいろ説明あるんですけどもまああの、まあ、とにかく周辺機器じゃないんですよでね まあちょっとここでね話をちょっと飛ばしてみるとウィキペディアのねスーパーハミコンのねあのところを見ると周辺機器っていう項目があってそこ見るとまあいきなりねコントローラーがあって次にカセットってあるんですよだからあカセット周辺機器扱いなんだあだからこれは SF メモリーカセットのことを周辺機器と言ってこの幻の周辺機器のねあのねあの3 この中の一つに、この SF メモリカセットを、まあ提案してるのかなって、こう思ってみたわけですよ。ただね、もし SF メモリカセットを幻というふうに捉えるとしたら、じゃあ、スーパーファミコンの通常のカセットのね、ゲームも、 あの出荷数が少なかったり手に入りにくかったらそれこそ幻って言うんじゃないのかなと思うわけですよ。これなんかメタルスレイダーグローリーの,あの当時の、まあ、プレインストールソフトっていうかまあ注文事前に予約注文して あの、最初からインストールされるのが入ってきたカセットだから、まあ普通の書き換えのカセット買ってこうあの書き換えやるよりもちょっとレア感があるタイトルだったりするんだけど、まあそういうのに比べてもね、多分、あの、レンダリングレンジャーなんかの方が、まあカセットが周辺機器という扱いになるんだったら、幻のタイトルになるのかなと。まあ当時皆さんがこう認識したかどうかは別にして、ただ、 まあ見たことあるだってほら、コンビニに行ったら多分ローソンでロッピーあったわけですよ。で、あの、多分レジのね、裏、今だとタバコとか置いてあるあたりとかに数ハミの外あった可能性もあるし、な、ま、ん、あ、かしらちらっと見てる可能性はあるわけですよ。で、レンダリングレンジャーも当時多分店頭にあった、あって見た人も見たと思うし、ただ、まあ、あの、認識したかどうかわかんないですよ。どっちも認識したかわかんないけど、ただ、 これをね、任天堂パワーっていうのがシステムとして、これを周辺機器じゃないとしたら、多分ここのことを提案してるとしたら、じゃあ、レンダリングレンジャーとかカセットの方こう、なんか、幻の周辺機器って扱うといいんじゃないですかね。どうなんでしょうか。<laughs> まあ、そんな感じでね、思ってみたわけですよ。で、さらにね、もう一つ。 最後にね、何が扱われてるっていうかっていうとスーハミの周辺機器を語る上で欠かせない存在といえばゲームの常識を変えた1995年発売のサテラビューが挙げられるでしょうまああの何だこうお皿っていうかなん,だなんていうかあれをこうよくベランダとかにね 置いててアンテナにしてまあ、今の BS ですね。まあ、あの辺をこう見れるようにするっていうことで、まあ、そのアンテナでを使った上で、 えっと、ゲームソフトを、まあ、スーハミで遊べるようにするという、まあ、ところなんですけども、まあ、ここに説明としてね、サテラビューはスーハミ専用の衛星放送データサービスを受信するための機器です。サテラビュー本体とスーハミ本体の裏側にある端子を接続し、さらに専用 AV アダプターをで、コンセントやテレビ、BS チューナーと連携します。 そして専用カセット BSX、それは名前を盗まれた街の物語をスーハミ本体にセットすると本あ、世界初の衛星データ放送、スーパーハミコンアワーの視聴が可能でした。まあそうなんですけど、ただ、スーパーハミコンアワーっていうのが視聴できなくなっても街は残ってて、で、当時としてはまだ通信が繋がっているときはね、あの、 体験版とかを落としてプレイできるような状態がしばらく続いていて、まあ、最後サービス終わるんですけどあちなみにサテラビュー、まあ、こんな感じですねはいサテラビュー <laughs> 箱でしか見せられないんですけどでサテラビューに関してはねさすがにね幻感強いと思うんですよまあここでねあの説明としてね時代を先取りした試みであったものの 上述したプレイステーションやセガサターンといった次世代家庭用ハード機が台頭し、さらにサテラビューの本体価格が1万8000円、メーカー希望小売価格税込みと高価だったこともあり、売り上げは芳、えー、しくなかったそうです。そして2000年に衛星データ放送のサービスは終了してしまいました。であるんですけど、まあ、そもそものね、あの、買える店がかなり限られてたと思うんですよね、これに関して言うと。 で、まあ僕自身は中古で買ったんで、まあどこでもまあ中古ショップで買えばよかったんだけど、新品で買うにしても、最初通販限定でその後店頭売りしたにしても、まあ見かけなかった人は本当見かけなかったかもしれません。まあそ、それこそプレイステーションやサターンの対、ね、等で、あの売り場が、数波ミの売り場が縮小されている中ですから、で、まあ当然、あの、注目されにくいわけだから、本体っていうか、サテラビューのね、 機会があっっても見つから見つつかかからけにくかったかと思いますがまあ、値段に関して言うと、まあゲームソフトがね、1万円超えるようなこともあるような時代なので、まあそれほどそこに比べてこう高すぎるって感じでもなかったような気もするしね。まあちょっと微妙な説明かなという気もするんですけども、まあ、ただ、まあ幻 って言われても、なんだろう、こう、そこそこ、ゲーム雑誌読んでる人からすると、そこそこ情報が入ってくる機械ですよ。でね、この3つのね、ソフトとか、周辺機器っていうと言われているものにね、共通するのが全部任天堂が絡みすぎているものなんで、あの、一番こう、数ハミやってる人たちからすると、情報が得られやすいものなんですよ。だから、もしここで、なんか、 幻の周辺機器って、まあこれはね、僕はサテラビューはサテラビューであってもいいと思うんだけど、まああえて言うと、例えばこういうレーザーバーディーとかね、こういうようなものとかを扱うといいんじゃないかなというところで、まあ一応ね、ご提案を <laughs> しておこうかと思います。まあテント、売られてる場所が限られていて、まあそのおかげもあってなかなかこうね、人が 見つけられなかった。まあ、逆に言うと見つけた人からすると余裕だったかもしれないけど、まあ、そういうようなものっていうとね、幻をこう揃えるていくとしたら、なんかね、任天堂のものを扱うとね、多分幻感がないんですよ。だから逆に編集部も幻を見つけてこいっていうんだったら、ライターさんはね、今みたいなの見つけていくとね、こう、幻、 三兄弟みたいなね、記事にまあ、正直、あの、それで、はカセットは提案してたら、え、幻って言って、まあ、周辺機器持ってこいよって言われる可能性があるんだけど、まあ一応ね、そういうような感じで、あの、まあ、もし、まあ、でも、ニンテンドパワーってあげてるくらいだから、カセットがね、多分、こう、周辺機器だと思ったんだったら、まあまあいいんだろうなと思うわけですよ。で、あとね、もう一個ね、こう、この記事の冒頭でね、えー 持ってた人いるスーパーファミコン、幻の周辺機器、時代を先取りしすぎたかって書いてあったりするんだけど、この先取りしすぎたかって、今のね、三つの中でね、何に当てはまるんですかね。スーパースコープ、まあ、光線銃タイプだけど、まあ、バズーカだった。まあ、バズーカ他にないから先取りって言っても、その後出てないし、まあ、そんなでけえものいらねえよって感じもする。まあ、まあ、あえて言うと、あの、プレイステーション VR の、あの、銃、 あれでかいけどね。<laughs> でも多分それを求めてこう時代を先取りとは言わないから多分のス,スーパースコープに関して言うと別にここでは時代の時代の先取り感ないんですよ。まあもっと言うとねあのもう高線従的なまあ要はブラウン管のテレビに対象してこうやるようなまあ何でもいいんだけどそういうものっていうのはあの液晶テレビになった時代でもう 使えなくなっていく技術なんで、先取りって言っちゃうともうおかしなことになるんで、まあそういう意味ではね、あの、ないんですけど。で次に、ニンテンドーパワー。これ、ニンテンドーパワーって捉え方をすると、まあ書き換えサービスっていう意味では、まあ前例としてディスクシステムを上げてるわけだから、まあ前例あるわけですよ。で、さらに、なんだろう。うん。まあ、先、先取り微妙なんだよな。もうカセットで書き換えできるのが先取り 違うよなだからこうね、ニンテンドーパワーの書き換えっていうのも先取り感はないんですよ。むしろその後の通信がメインの時代になると、まあいろいろとね、通信でこう、買え、買ってることがもう本体に直接書き込んでるわけです。書き込んでると言わないけど、ダウンロードしてるわけですよ。だからまあこれもちょっと先取りっていうかまあ別なんだよなカセットにっていうのがもうそこの時代で終わってる感じがするし。 で、あと衛星データ放送っていうのは多分ここが先取りだと思うんですよね。本当の意味での。で、実際にここでもね、先取りって言葉はね、使われててさっき読んだように、時代を先取りした試みであったもののって書いてあるから、ここが先取りなんですけど、ただ、じゃあその時代を逃して、世界初の衛星データ放送を使ったゲームサービスが何かあったかっていうと多分ないんですよ。 で、これ、ニンテンドーにしてみても、多分、ファミコンのディスクシステムが出た時点で、一回、こう、家にね、ネットをつなごうとしてた試みはあるわけですよ。ただ、実際のところ、その、うまくいかなくてっていうのは、多分、マグミックスさんのね、ファミコンの、その、そのディ、ディスクシステムのカートリッジのところにある差し込み口の説明のね、記事が別で出てるんだけど、それなんか見ると、あ、通信のね、あのことをニンテンドーやろうとしてたんだっていうのわかれば、 いわゆる任天堂が通信の試みをゲーム機でやろうとしてたってことからまあいろいろとねここで衛星データ放送でやろうとしてたいろんなことっていうのはその時点でやろうとしてたプランででそこに持ってきたっていう考え方もできるしまあ少なくともそのね あの番組でこう連動したゲームってところに関してはここでしかできなかったかもしれないけど一応こう通信でやれることの流れっていうのがある中のまあディスクシステムがあった上でのまあディスクのそのネットワークなんかやろうとしてたガチャガチャやろうとしてたものに続いてのまあ衛星っていうやり方ですよでさらにそこでデータを落として遊ぶとかまあダウンロードして体験版をもらうとかなんかそういう試みっていうのはそもそも セガがあのメガドライブでゲーム図書館っていうのをやってて、まあそれもそんなに短命で、それこそ時代を先取りなのかもしれないけど、やってるわけですよ。まあだからそういうネットを使った何かの試みっていうのはゲーム会社はみんな試みはやってるし、まあ2000年以降のねマイクロソフトが Xbox でゲーム機に参入してるけど、でも別に1990年代にもうマイクロソフトだって本当は全、 全米の家庭にセットドップトップボックスを置いて、そこにこう映像が来て、あの番組を見るみたいな、そういうような構築をやろうとしてたりして、その流れと、まあ一緒かどうかわかんないけど、結局 Xbox って形でゲームが、ゲーム機が家庭に届いて、で、Xbox36、まあ360ぐらいからかな、こういろいろと。 映像関係も来るような感じの作りになっていったっていうまあ、それはやれるハードディスクとかの容量の問題もあるけど、まあ、流れから考えると、みんなこの90年代っていうのは、いかにしてこう、通信を、まあ、ゲームなりパソコンなりなんなりでこう、つないでいくっていうことを試みてる部分があるので、まあ、そこが、あの、まあ、どういうやり方があるかにせよ、そこで、まあ、やってるわけですよ、各社が。 で、ただ、そこぞ折り合いがつかなかったら次なんだけど、ただ少なくとも、任天堂は、最初はね、その電話の通信を使ったものをやろうとしてたのが、衛星に行ったんだけど、その後衛星が伸びたかっていうと伸びてないことを考えると、先取りっていうは言われてもなという部分があります。まあ、その後任天堂はね、64DD という試みがあって、で、その後ゲームキューブでも、まあ、あの、モデムとか、あとなんだ、 あまあちょっとネットつなぐ環境、ISDN かなんかでつなぐ環境とかもね、作ってはいるんだけども、ただそれもほとんどがあのファンタシースターオンラインとかに使われて、普通の人はほとんどあんまり触れないままで行って、で、初めて Wii で、こう、本体に通信機能が備わってるって状況にたどり着いた。まあそういう感じの流れがあるんで、まあ、こう段階踏んでる中の一つで、まあ、やってるっていうところで、ただそれがこう、 あの何を試みでいくかっていう時にその時は衛星データ放送を使ってでまあそれが先取りかどうかっていうのは、うん、その時代だからやったことなんじゃないかなというところなんですよねまあまあそのテレビ番組がうんぬんっていうのが、まあ、ここでもちょっと書かれてるんだけどもえー、っとまあこれこれこれら辺かな はじめは、あらかじめ BS アンテナ途中な、あ、じゃなくて、えっと、サテラビューさえあれば、スーパーハミコンアワーの様々な、えー、配信を無料で楽しめました。 トーク番組を楽しめる音声放送や、ゲームの音、えー、最新情報を得られるマガジン、音声案内をもとにゲームを進めていくサウンドリンクゲーム、えー、サテラビューのみで配信されるダウンロード専用ゲームオリジナル、あ、これはいいか。だから、この音声案内をもとにゲームを進めていくサウンドリンクゲームなんていうのは、サウンドリングゲームなんていうのは、まあ、もしかしたらいまだにまともにこう、実現されてない、 可能性はありますよね。他のゲーム機とかではだかさ。まあ、トーク番組っていうのも、音声放送っていうのも、まあ、何なんだろうな、こう。 今ね、別に、例えばスイッチでも YouTube 見れるから、そこで、あの、ボイスのみのね、映像をアップしていれば、音声放送できるな、とか、まあ、そういうことになるから、まあ、それを先取りしたと言われれば、まあ、先取りなのかもしれないけど、という感じで、なんかね、この記事を見てて、いちいち、こう、まあ、お前うるせえよって言われる可能性はあるんだけど、なんかもやもやしたわけですね。 で、最初に言った通りで、やっぱりこの、ライターさんにこう求めてるものと、なんか、タイトルの付け方のギャップがすごいんじゃないのかなってところがあったんで、まあ、ちょっとね、皆さんもね、まあ、僕もちょっと読んでて、あれと思ったら、こう、指摘していくので、皆さんもね、読なんかこう、モヤモヤした時にはね、どんどん情報発信していくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、少なくともね、幻の周辺機器 っていう、こう、切り口だったら、まあ僕が先ほど提案したようなね、ものをあげればいいし、まあニンテンドパーが周辺機器かどうかちょっと悩むけど、カセットがに,に、ね、周辺機器っていうんだったら、もうカセットのレアもの3つあげればいいんじゃないですかね、って感じだったりとか。で、あとは、その <laughs>、時代を先取りっていうんだったら、本当に先取りしたものをこうね、3つあげるようにした方がいいんじゃないかな。なんか引っかかるんですよね。うん。 ということでね、あの、ターごとをね、いろいろとあ、ゆっくり話をしてみました。はい。ということで、まあね、このね、動画が幻にならない前にね、あの、見ていただいて、で、えー、このチャンネルに、 ね。応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、えー、僕に質問があったりとか、こんな企画やった方がいいよとか、こんな理由でこんなゲームやった方がいいよというアイデアがある方は、ぜひコメントください。また動画の拡散、SNS の動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒館でした。